ウチョラン、四国、九州に分布し、低山の岩場に自生する。環境省によるレッドリストで絶滅危惧通類の指定を受けている。絶滅危惧通類低山の湿った岩壁の岩の隙間に溜まった土や草木の根、苔の中などに自生する。霧のかかる岩壁などでは岩火ばなどと共に見つかる。かつては人家の屋根に出たこともあるという。昭和三十年代までは、 山野草の一種として一部の愛好家が栽培するのみであったが、その時代に栽培方法が確立され、やがて地域変異や変異個体がコレクション的に収集されるようになった。昭和40年代頃からウチョランブームと言われるほど栽培収集が加熱し、希少個体は陶器対象にもなった。価格の高騰とと,ともに、専業の最終人も現れ、 商業的な大量採集が行われた。この時期に野生個体は著しく減少し、野生絶滅、あるいはそれに近い状態となった個体群も多い。多くの自生地では現在に至るまで個体数が回復していない。その後、昭和60年代頃までに無菌波種などによる人工増殖技術が確立され、気象系統の大量増殖が可能となったため価格が、 暴落し始めた。流通価格は一年ごとに半額になり、球根一つが数十万円で取引されていた品種が最終的に数千円まで値下がりした。あたかも近世ヨーロッパにおけるチューリップバブルを連想させるものがある。現在は特別な品種を除けば価格的に一般化期と大差がなくなっている。近年は園芸的な品種改良が進み、 毎年のように新品種が発表されているが、最新品種には野生では生存が難しいと思われるものも多い。もはや園芸植物と呼ぶのが適切であろう。ウチョウランでは組織培養などによって同一個体を量産することがそれほど容易ではないので、エイリー生産現場では種として無菌派種によって増殖が行われる。派種から数年で開花株にまで育成され出荷される。 日本国内に大量増殖を行っている専門業者が複数あり、少量を中等量の生産をしている業者が多数、セミプロ的な生産をしている個人愛好家などもおり、人口増殖による生産品が安定して市場流通している。現在、園芸生産品の大量流通によって、園芸的に見劣りがする野生個体の洞窟はほぼなくなっている。 というより取れるところは取り尽くされたとも言える。その反面、栽培下で維持されていた野生個体が栽培放棄されて消失するケースが出てきている。野生絶滅した個体群の栽培品をどう維持していくか、あるいは維持する必要はないのか、公的な議論はほとんどされていない。ウチョウランには地域変異が多いが、その中でも形態的な特徴の目立つ三つの個体群が、 編種として記載されている。この他の地域個体群は、学術的にはすべてウチョウランだが、産地識別を目的とした、通称名が使用されることも多い。通称名としては、黒潮千鳥、小戸島ウチョウラン、手箱千鳥、サヌキ千鳥、三正か千鳥、大ウチョウラン、ガンコランなど、多数ある。これらはすべて相互に自由に交配でき、交雑個体は、 雑種強制によって栽培しやすくなる傾向がある。交雑個体も粘性があるため園芸品種では複雑な編集、個体群間交配が次々と行われ、すでにどのような系統が起源なのか明らかでない場合が多い。非交雑の純粋な野生系統は一般に栽培、増殖が難しいため、産地で強度の花として維持、繁殖が試みられている場合を除いて、 積極的に生産されている例は稀である。純粋な野生種が一般園芸店に流通することはほとんどなく、編種名で販売されている個体でも、交雑種と思われるものが多い。園芸ラベルに記載されている種名は安易に信用してはならない。雛なちどりと主観交配が可能で、交雑種は人工交配によって初めて作出した子。 鈴木吉五郎を沖縄にちなんで鈴千鳥と呼ばれる。この交雑種は自然界でも見つかっているが、基本的には不念で一代限りとなる。ただし宇ラ蘭などに戻し交配した場合は稀に、後代はできることがある。片親が黒神蘭の場合は、広千鳥と呼ぶが、現在は鈴千鳥と区別されていないようである。別属であるヒナンは遺伝的に遠縁のようで、 交配しても通常は、種子ができない。しかし交配後、早期に無菌播種によって、交雑苗を育成し、開花させた例が複数ある。なお、ひなンは、自家結実するため、交配には、花粉をやとしてのみ使用できる。近年岩千鳥、台湾産の姉千鳥との交配成功例が、育種業者のブログで報告されているが、正式な法文は作成されておらず交配名も、 未登録である。ありがとうございます。